50ページになると目をやたらと押すと白内障や網膜剥離になるていうのは特に気をつけなきゃいけないのは最近はいろんな意味で汚染されてるんですね食べ物もそうだし大気の汚染もありますよねアトピーというのはアレルギーになりやすいですこれは人事じゃなくてね僕自身もねある日突然なんだか鼻水がタラタラって,てねアレルギーですよなんかのね何が原因かわかんないもう今までアレルギーなんてなかったでもね鼻水が出てきてくしゃみが出てきたりしてねそうすると目がムズムズしてくる ただ僕は専門家だから、目が痒いからって目をか,かいたりしないですよ。まあちゃんと目薬さして、炎症される薬さして、それでおしまい、ね。目は触らない、基本的にね。どんなことあっても。目の中ゴミ入ったら違います。目の中ゴミ入ったらそれ取らなきゃいけないですけどね。それは僕らの時ってぐらいは取ってあげるし、もしくは緊急の場合は洗うこともあり得るけどね。緊急の場合が目を触ったり洗ったりもちろんしちゃダメです。はい、次に出てきますね。その話がね。51ページ。目を洗うと気持ちが早く生き生きとすると。 これも困ったもんだよね。まあね、日本ってバカにして目車っていうのは、目洗い車っていうバカにした言葉もあった。確かに地方行くとね、目を洗う人っていうのはね、結構いるわけです。でね、あの、農房看護師かなんかにこう持たしてね、こうやって放散で洗うわけですよ。そうね、気持ちいいんだよね。やっぱりなんとなく、軽い刺激があるから。でも、これは生かさず殺さずっていうね、ちょっとひどい話だけどね、実際そうなんですよ。目が、病気は治らなくなります。 次の日またおかしくなります。また行くわけですと。毎日来いよと。で、最新療は手に入るからっていうね、これは裏、裏の話みたいにして、その人たちは本音を言うわけですけど、僕は病気を治すことがこの仕事を選んだ理由ですからね、あの、女は生かさず殺さずじゃなくて治すんですよ。絶対治さなきゃいけないんですよ。そういう気持ちがあります。そういう目から言いますと、目を洗うってことは絶対、基本的に絶対やっちゃいけないこと。 こんなね、あの、花粉症で花粉が入ったのを洗いますね、なんつって、こんなんじゃか、かばってやってなんか宣伝してるの見たことあるけど、本当マジかと思いましたよね。こんな、あの、目を悪くすることを本当に売っていいのかというね。やっちゃいけないことです。絶対にね。ゴミが入ったら別ですよ。ゴミが入ったらこう洗ってもいいです。だけどそうじゃなくて、花粉がどうこうっていうのに習慣的にやったら目がど,どん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 ひどくなります。なぜか。目っていうのは、例えばムチンとかね、 角膜層を守るためのタンパク層があります。さらにその上が一番大事なんだけど、油の層があるんですね。油の層っていうのはこのまぶたの上と下、マイボーム線っていう線があって、上の方がマイボーム線が多いんだけども、両方から油が出てくるんですが、それが角膜、黒目の上を覆ってくれて乾燥を防いでくれるんです。乾燥するとどうなるか、角膜上皮っていうのは痛いんじゃん。コンタクトレンズで乾燥するしやすくなりますからね。ですから、ドライアイの人やっちゃいけないって言って、コンタクトやっちゃいけないって言いましたけども、 ドライアイの原因は、油の線が、ちゃんと油、そこから油が出ない。何らか詰まってしまうとかね。例えば女性であるのは、よくあるのは、目の化粧するでしょあの、アイシャドウとかね、アイラインとか。あれは、外から見たら綺麗なんでしょうね。綺麗に見えるというのは分かると目がパッチでするしね。意味は分かるけども、僕なんかは、あの、診察するときは、あれ、ただね、油で練ったゴミが、ここに塗り付けられてて、目の中にも浮いてたりするんですよね。目の表面浮いてたりするの。 ゴミですよね、黒いゴミあれはねできるだけやめてほしいですよねもしくはやったら必ず帰ってきてすぐ洗ってくださいね洗うっていうのはその化粧を洗ってくださいって言うんですよ目を洗っちゃダメですよ、あのー、落としてくださいって言う意味ですね油の線が詰まってしまいます出口はよく詰まるんですけど詰まってしまいますと油が十分出なくて目を乾燥しやすくなってドライアイが起きるわけです10代ドライアイっていうのはいまだに信じているけど涙の分泌が減るために起きてるんだと。 思う人いますだから涙の代わりになるものを目薬させたらいいって言うんだけどあれはせいぜいね5%ぐらいですこれは国際的な統計で出ましたあのね80数パーセントー多くの場合ほとんどの場合はマイボーム腺っていう油の腺がちゃんとした分泌がねできない油の分泌ができないためにドライアンを切るっていうのがあるんですで2番目に多いのはこれ数パーセントですけども10%もいないんですけども涙の分泌よりさらに多いんですねそれは炎症によるものだと つまり、油の線がちゃんと出るようにすることと、あの、炎症を抑えるってことでほとんどなるわけですよ。涙の代わりになる目薬をさすっていうのは、実はあんまり意味ないっていうか、やらない方がいい場合が多いんですね。で、マイボーム線のちょっと詰まりやすいのを、ちょっと簡単に今言っちゃう目ついてね。あったかいお湯でつけたタオルを絞ってですね、目の上に乗っけて5分ぐらい目つぶって休んでください。そうすると油が柔らかくなってきますから、そしたらまぶたをこうやってね、 つまむようにマッサージします。マッサージね。目を押しちゃダメですよ。目を押すマッサージは絶対やっちゃいけない。まぶただけです。まぶただけ。で、こうやってね、この押し出す、押し出すってかね。そうするとね、油の線はね、出てきますので、これはなかなかいい方法です。あの、プールの泳いだ後にね、今はさすがに見ないけど、地方に行ったらね、あったんでびっくりしたんだけどね、古い小学校ね。あの、こうやって水洗う、こんなパーって出るのあるんでしょ 僕ら子供の頃、やらされたんであんなね、わけわかんないね。目をつぶす道具ですよ、あれは。絶対やらないでね。目を洗っちゃダメですよ。ちなみに、プールを入るときどうするか、ゴーグルしてください。必ず、子供も、まあ、むしろ子供こそやるべきです。ゴーグルして、で、プールの水ってものすごい汚いですからね。いつか汚染されてますから。そして、外出たらシャワーを、ゴーグルしたまま浴びる。それでタオルで拭いて、拭いてから、ゴーグル外すんですよ。で、必要だったら目薬さすと。ね。 あの、ゴーグルは、あの、あくまでも目の環境を守るために非常に重要ですから、やってくださいね。53ページ、放散などで目を洗うと、大事な保護成分が流される、ね。繰り返しますと、洗いますと、目の中のタンパクね、ムチンなどのタンパク質が流されて、さらに一番重要な油の層が流されてしまうために、目が乾燥してしまうと。悪くなるんですね。